シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よ、去年はモンストニュース振り返っていくってやつだぜ。いつも通りモンスター考察してよ。まあ、この回にガチャ引くべきなのかっていうのを一緒に考えていくってやつ。最初は、まあ、宝石シリーズ、普通のファッションイベント。その後は反対一番のガチャが始まるらしいから、それ以上に確認していこうじゃねえか。そんじゃ、まず始めよう、宝石シリーズ。見ていこうぜ、こいつ、トパーズ。宝石の、まあ、シリーズで。なんか、大丈夫これ。この高そうな宝石打っちまってるけど。で、こいつ見ると、この宝石のイラスト見ると、俺、遊戯王のジェンマやと思うんですねんな、ほんとに。で、貫通&ゲージ、スピード型。アビリティ、アンチブロック、魔人キラー M、神キラー M、ゲージ、飛行。あ、見て、これ、アンチブロック。急の目的じゃねえか。で、ストライクショット。ターン12プラス8、シャイニングホープ、インペリアル。自身のスピードとパワーがアップ。アンド停止時に HP を範囲回復。で、友情コンボ、メイン、シャイニングペラーサム回復弾。さあ、見ていこうじゃねえか。いつも通りよ、こいつ。モンスター図鑑。で、まずは、アンチブロック、マイスイーパー飛行にしようか。で、貫通。さあ、行くぜ、この部屋はよ、まず、まあ、結構、イケメンと美女が揃ってるが、まあ、その中にジャイアンが入ってると、この雰囲気、すごく俺は好きだぜ。さあ、このアビリティを見てもらうと、まあ、このメンバーを見てもらうとよ、分かってくる通り、B だ。適正だと。いうことと、さらに、コンプレックスも適正。さあ、まずはちょっと B ラインについて話していくぜ。で、B ラっつうのは、まあ、アンチブロック必須で、さらに、まあ、いろんなダメージを受けて戦っていくわけよ。で、その中で、まあ、ボス戦までパパってスイスイといけるんだが、あの B ラで一番難しいのがあのボス戦なんだよな。で、ボス戦の中でも、あの真ん中にいるブリトラの処理がめちゃくちゃ難しいわけ。で、あのブリトラは神属性。まあ、種族が神。だから、この神キラ M がめちゃくちゃ刺さる。まあでもよ、あの、マッチ売りの少女が、原因をキラー M だったのに、あんまりボスにダメージを与えてる感じがしなかった、実感がしなかったから、まあでもさすがにこいつ、あの、ブリトラン処理では M は相当生きると思うぜ。で、さらにポイントがあって、こいつ、ゲージ飛行なんだよな。これがすげえ！このパワー！ゲージ飛行っていうのが、ゲージを外すことによって、地雷のダメージも受けることができる。で、こいつは、素浴びで飛行だからな。もうその点違うのよ。こいつどうだったっけ？ほらほらほら。まあそんな、うん、素浴びでマインスーパー持ってるから、まあそう考えるとダメージを受けて調整もできるし、やべえ時は回避もできる。で、さらにストライクショットが、まあ12ターンと早く打って、さらに20ターン、その重めのやつ持てるし、これ、最後に止まったところで、まあ回復できる。本当に暴れ回ってゼロになって最後死ぬ時あるじゃないか、あそこで。それも回避できる。さらに回復弾で、仲間が動くときも HP の管理や、まあ、しやすいというわけでかなり適正。で、さらに次コンプレックスではこいつ魔人キラー M がコンプレックスに出てくるタマズサというあの女の敵雑魚敵を倒すことが、まあ、できるというそういう点でもかなり優秀、まあ、本当にもう早速適正のモンスター出してきたなって感じ、まあ、全然 OK 本当に。で、こいつ銃で撃ってんのによ冗談じゃねえんだな。さあ、次確認していこうぜ。契約完了。こいつ、輝しき聡明の術師、アクアマリン。人魚なのね、人魚。大丈夫。歩きづらそう。まあ、海にいるんだ、常に。で、貫通&ゲージバランス型。地雷除去 M、レーザーストップ、持続性耐性、ゲージ、アンチワープ。で、レーザーストップあるから、まあ、急の動くの、バーって、あれを耐えれるわけね、あれを。だから適正。で、ストライクショット、ターン12プラス12。アクアティックマリーナブレイブ。自身のスピードとパワーがアップ。アンド、ヒットした敵の弱点をすべて出現させる。で、メイン、調教スパークバレット。サブ、防御アップ。まあ、この弱点露出がやっぱりオベロンと一緒に、あの、レーザーをバーってできるから、弱点露出して、相当いいよな。はいはい、ちょ、9の6はもうどうでもいいから。ちょ、9の6どうでもいいから、確認しよう。さあ、こいつは、水属性で、まず地雷除去。そして、レーザーストップはいらねえから、ひとくたタイムいらねえ。アンチワープ！そして、貫通。見ていこうぜ。さあ、この面々からわかる通りによ。ジパングだよな、これ。確実にジパングだよな。うん、ジパング上にいる。いや、これ、いや、こいつ一緒。まあ、こいつもジパング使えたし、さっきの、こいつね。あ、こいつは、ジパングで使って、ザコに SS ぶちかましたって、記憶あるけど。さあ、こいつも、同じようにジパングで使える。まあ、うまくやれば1の6でこいつも確かに使えるかも。
アクアマリンも。だからまあ、無理に一の国で使う必要ねえから、普通にジパング、適正と考えとこうぜ。まあ、こいつ言えること、ほんとそれぐらいなんだよな。まあ、雑魚処理しなくても、普通に弱点も露出できると思ったら、普通に優秀かもしれねえ。といった感じ、イザナミゼロもいけるか。うん、イザナミゼロもいけるな。うん、イザナミゼロもいける。そこで運極作るのもオッケー。さあ、次行こうぜ。で、ちょっと今回の一番の売りかもしれねえ。さっき言ったトパーズは、まあ、明確に豪鉄二つに使える道があるんだが、この次のやつ、多分今回の一番の当たりになるかもしれねえっていう優秀なやつで、輝しき UI の魔法学習一人。で、こいつよ、正直言うと、今のところ明確な使える場所があんまりねえんだが、ちょっとよ、性能が、なかなか面白い。反射、砲撃型。アビリティ、マイスイーパー M 魔法陣ブースト。ストライクショット、ターン16プラス8。ハートフル、ハーベストシザース。宝石魔法で味方の身を動かして打ち込む。友情コンボ、メイン。壁バウンド弾。サブ、長弾。で、まず、一応見ていくけど、光属性で、マインスイーパー。魔法陣。で、これめちゃくちゃ少ねえわけ。で、まあ普通にこいつ、この飛行を入れなかったら本当にマジ4体で、狭いのよ、めちゃくちゃ。で、さらに、こいつ何がすげえかっていうとよ、まず魔法陣ブースト、さらに、砲撃型。その長弾が飛んでいくんだぜ。どんだけ強えのっていう。それがまあ期待かな。こいつめちゃくちゃ輝く。本当に、まあ周回とかで必須になってくる可能性も十分にある。そう考えると、まずコンプレックス適正、ビーラ適正。そしてこいつ。今回のガチャは、ちょっと引いた方がいいかもだが、6周年という、その、タイミングが、このパワー!ちょっとよ。タイミング的に言うと引かねえ方がいいが、性能的には結構おすすめなんだよな。だから一旦様子見がオッケー。まず引かず様子見した方が、いいかもな。さあ、まあ、そういう感じよ。次!で、こういうの出てくるよって、ジュジュアロメロ。両方ともアロメロかい!あの、神が進化。これ、月球曲。で、こっち。まあ、イケメンが2体いますよって。うん、シュライミと、今日、リンポ。これ、ちょっと、料理に使うもん。武器に使うな。で、メメントモリの副友情が、まあ、こんな感じですよと。まあ、防御弾ブラスト。なんか結構いいかな。どうせ出んねんだろう。あれ、ニルバーナのスパークバレット、調教スパークバレットか。あれ出ねえ、全く。ひどくね。さあ、ここからは、オリエンタルトラベラーズ。これが反対地盤のガチャ。で、マッソー、聖王母、月霊だった名前、確かそんな感じだったはず。さあ、確認していこうぜ。で、こいつらな、まずくこいつ。これが、マッソー。反射、バランス型。ゲージないのがいい。アビリティ、マインスイーパー、EL。アンチ重力バリア。浄化の歌、創世の青。ターン16プラス8。スピードとパワーがアップ。なんなんだこれは。順風時と千里眼が追従するレーザーで攻撃。で、有力コンボメイン、超強貫通ホーミング18、サブ、ソリッドパレット。で、こいつ、まあ、確認していくんだが、で、マインスイーパー。反射。まあ、こんな感じになってて、見てわかる通り、こいつは、ラグナロク適正。で、こいつとほぼ一緒。まあ、友情がスピードアップの分ちょっと全然違うが。まあ、ゲージもねえし、って感じで。なんかラグナロク1の極。っていう感じか。で、ちょっとよ、この反対地盤全部通して言えるんだが、なんか若干、時代が、ちょっと古い。っていう、そういうのがあるんだよな、これが。で、こいつの、単体的な、まあ、
評価というか、そこまで狙う必要もないっていう感じがするぜ。まあでもちょっと SS がどう響くかわからないから、まあちょっと期待しとこうぜ。さあ次、西欧棒貫通&ゲージバランス型。アビリティ超アンチ重力バリア、ゲージ回復、アンチダメージオール、ターン24プラス4、触れた敵の数に応じて威力が増すメテオで追い打ち。これも結構面白そう。友情コンボメインエナジーサークル L サブ超強貫通ホーミング12で、こいつの場合、まあ、確認していくんだが、貴族性でこの2つを持ってるで貫通。うっさ、このメンツ、まあ、わかると思うが、まあ蓬莱、そして22の極で、主にまあ22の極で使うことになるのか。まあでも意外とこのメテオが蓬莱の雑魚処理にも役立つし、この SS が22でどれだけ生きるか、まあそれによるよな。俺22を貫通使うって結構よ抵抗あって、まあ一応使ってみるが、ちょっとどんな感じなのか楽しみだな。で、今回のガチャで言うとこいつが、まあ、一番の狙い目かもしれない。さあ次、月齢反射&ゲージ攻撃型。アビリティマインシーパー L ゲージ超アンチワープストライクショットターン12プラス8、フルタシャション敵をランダし吹っ飛ばす&HP を回復、友情コンボメイン超強ショットガンサブ超強貫通格型 EL5。 さあこいつ、ちょっとこいつもよ、若干なんか時代遅れな感じが。アンチワープ反射、さあこいつらが出てきたが、このパワー、っていう感じ。こいつと結構似てて、まあゴール突き闇ラウドラで混合夜叉妙とかマスターの感じ。まあだからそこまでっていう感じになっちまうんだよな。あとはまあステータスだな、この3体は。それから判断して引くかどうかは決めれるが、ちょっとよ、まあステータス云々がどうあれ、この反対地盤のガチャを引くのはちょっとおすすめしねえかもな。まあそんな感じよ。多分6周年あるから、今回紹介した、まあ、6体のモンスター、多分みんなちょっとよ様子見ると思うのよね。で反対地盤に関してはもう多分すべて OK かな。まあ、今回9月オーブ配られなかったから、まあ、ガチャになっちまったから、まあ、みんな備えた方がいいかもしれねえ。そういうわけだ。じゃあ次の回に会おうぜ。あばよ。いいからそこに並べ、俺が焼き寄せてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。泣きって仕方ねえ。